こんにちは、アキスキッチンのアキです。今回はミネストローネを作っていきます。トマト缶を使った美味しいミネストローネの作り方を紹介しているので、ぜひ最後までご視聴ください。人参は皮を剥きます。じゃがいもはまず皮をむいていきます。芽の部分をちゃんと取ってください。じゃがいもも人参と同じ大きさにサイコロ状に切っていきます。玉ねぎも切っていきます。次はセロリを切っていきます。筋の部分は火を通しても硬くて食べづらいので、その筋の部分を今から取っていきます。筋の部分に包丁をちょっと入れて、このように筋を取ることができます。ここの出っ張ってる部分すべての筋を今から取っていきたいと思います。全部筋を取ることができたので、他の野菜と同様 5mm 程度の大きさにカットしていきます。キャベツも同じように 5mm 程度の大きさに切っていきます。ここの茎の部分はちゃんと取ってください。ブロックベーコンも同じように 5mm 程度の大きさに切っていきます。フライパンにオリーブオイルを敷きます。みじん切りにしたニンニクを加えて香りを出します。次にベーコンを加えます。次に玉ねぎを加えます。ある程度炒まったので、残りの食材も加えていきます。カットトマト缶を加えていきます。ホールトマトではなくカットトマトを使った方がミネストローネは作りやすいので、カットトマトを買って作ってみてください。それでは加えていきます。カットトマト缶を加えたんですけど、この中身にもトマトがついているので、次に加えるこの水の 300cc をこの中に入れて、余すことなくトマトを使うようにしてください。それでは水 300cc 加えます。コンソメの素適量、塩コショウ、味の素。それでは混ぜていきます。これで弱火で15分間このまま煮詰めていきます。ある程度煮詰まったので、こちらで盛り付けていきたいと思います。完成しました。それでは食べていきたいと思います。いただきます。めちゃくちゃうまい。今回カットトマトを使ってミネストローネを作ったんですけども、カットトマトの方がホールトマトを潰すっていう工程がない分、より簡単にミネストローネが作ることができたかなっていう風に今回作っててそう思いました。味のベースとなるのが塩コショウとコンソメの素、ほぼこれしか使ってないので、野菜そのものの味を楽しんでるなっていう風に食べてて今回思いました。よかったら皆さんぜひともミネストローネ作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画の概要欄に今回作ったミネストローネのレシピを載せておきます。美味しかったのでぜひ皆さん作ってみてください。この料理が上手にできたよって人はコメント欄で教えてください。その他に何か作ってもらいたい料理、リクエストがありましたらお待ちしております。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。